芹沢圭介の世界。昭和10年代の日本文化。10-5。芹沢先生の文様。柳総理。喜びと悲しみに満ち、可憐でしかも俊厳で、情味があり、親しみやすい美しさに満ちているのが、芹沢先生の模様であろう。では、その世界の一部を見ましょう。第10巻。文様1。片染町。昭和14年、1939夏。片染とは、型を用いて模様を染める染色法。片付け染めともいい、特に絵画的な模様を持つ。工芸的なものを型絵染めとも称する。一般的な方法は型紙を当て防染のりや、色のりを置いて模様をつけ、色差しや、擦り込みなどにより単色あるいは多色に染める。代表的なものは、中型、瓶型、古文、型染め友禅など。ここにまとめられたものは、型染めの見本帳風になっていますので、その見本帳をペラペラと、めくるように見ていきます。